はい。皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、教室運営、長期的にうまくいく教室と、うまくいかない教室の違い、3つのポイント、ということについてお話をしてみたいと思います。えー、っと、昨今ですね、教室業、いろいろもちろん、あの、時代の背景とともに増えてきて、 元々、教室業も、まあ他の業種もそうなんですけれども、独立して1年以内に潰れるところっていうのが70%以上なんですよね、基本的に。だから、その潰れるっていうのが、えっ、ー、と、本当にこう、潰れるっていう意味でもなく、ご本人がうまくいかないなぁと感じて、例えば、元々パートだったところが、 教室業をやって、またパートに戻るとか、まあ、それも潰れるっていうことに等しいんですけれども、あとは、潰れるっていうところまで行ってなくても、まあ、実際に人来てないし、えー、やってないのにほぼ等しいっていう休眠状態みたいな、まあ、これも潰れる状態の一個なんですけれども、そういうあの状態にあのなるケースっていうのは、もともとそんなにあの少なくはなかったんですよね、多かったといえば多かった。 で、さらに、あの、この落差が、えー、っと、拡大したのがコロナ禍を得て、コロナバブルで流行った教室が、その後、うまく立ち行かなくなって、まあ、潰れていくっていう、これもあるんですよね。じゃあ、なんでそうなってしまうのか。つまり、長期的な視点で見た場合に、うまくいく教室と行かない教室の違いっていうのは、まあ、様々なポイントがあるんですけれども、あの、今日は3つ。 に絞ってお話をしてみたいというふうに思っています。はい。では、えっ、ー、と、本題に入りたいと思います。えっ、ー、と、3つのポイント、えー、まず先に何っていうのはお伝えしますね。まず1つが再現性です。で、2つ目が自流の感度ですね。時代の感度。あと、3つ目が謙虚さと継続。これがテーマになってきます。 じゃあ、まず、あの、再現性ということについてね、お伝えをしていきたいと思うんですが、あの、再現性っていうことは、どういうことになるかっていうと、自分が、えー、その状況を仕掛けて、そのようになっているということを、自分が実感していることです。はい。これ結構、そうじゃなくてもうまくいっちゃったっていう教室あります。 えー、それが例えば数十年前とかだと周りに教室がなかったから自分が教室開業をしましたっていうとまず周りのママ、まあ、ま友とか近所の方とかが来てくれてでその人たちが教室が他にないから口コミで勝手に広めてくれて満席続きの人気教室ができちゃったという場合には これ再現性がないんですよあのつまり環境に影響される中でうまくいってるということを自分が自覚してないからです、えー、ちょっと言葉厳しいこと言うと自分の実力でうまくいっちゃったと勘違いしているケースが数十年前の話ですね数十年前十数年前かはいで 実際にその先生の努力と知識と、えー、頑張ってきたものっていうのは素晴らしいんですよ。で、その時代教室がなかった時代に教室を作っているから素晴らしいんですよ。それは間違いないんです。だけれども自分がそうしようと思って、えー、そうなったっていう結果を実感してない場合困ったのが教室がいっぱい出てきた後です。 地域でとインターネットとかネット集客を使わずに近所の人が勝手に来てくれて勝手に口コんでくれてたという近所の方が近所じゃない教室を知ったりとかあとはネットとかで流行ってきたらいろんな情報が手に入って交通費をかけてでも行きたいところに人って行っちゃったりしているんですね。とということは 今までは近所の人しかもない状態だと一人勝ちできていたのがいきなり状況が変わると独り勝ちがでできなくなくってしまうんですよねその状況が分からずにネット集客覚えません、えー、例えば勝手に広めてくれることにあぐらをかきそして集まっている人気教室だと勘違いをしてしまっているケースはどうなるかっていうと。 自分がなぜうまくいったのかがわからないのでもう一回そのブームを巻き起こそうと思っても無理なんですよだからその間本来は、えー、と勉強も多分してなくちゃいけなかったんですあのネット集客とか皆さんが普通に今やってるような SNS の件とかでそういう教室が今どういう残念なことになってしまっているかというと、えー、老舗の教室になってしまっています で人気があったというプライドと自負と周りの目があります。そうすると新しい人と同じようなことを今更、今更自分が学ぶなんてできないというプライドが邪魔をするこの,あの負のスパイラルに入っていくんですよね。そうすると新しいことを学ぶ機会もなく本当の原因も分からずに衰退していく原因も分からずに そして衰退していきます。はい。これはこれでちょっと残念なことなんですけどね。本来は技術もあり、経験値もある先生っていうのは、研鑽をし続ければ、若い世代にそれを教えていくことっていうのは本来はできるんですよ。本来はです。だけれども、やっぱりあぐらをかいてしまうというか、まあ、その現状、恵まれているという現状に感謝をせずに、研鑽をしない、勉強をしないということになると、 やっぱそういう結末に陥ってしまうんですね。だから今の,あの教室運営をしっかりやりたい人っていうのは再現性ということを目指してやってほしいんですよ。再現性とはつまりこうやればこういう結果が出るっていう一つのデータを持っているということですね。例えばあの私の場合にはもともと会社員からの独立企業で あの子供もいなかったですから、まあ、ママ友も,もういないんですよね。もうまさに、あの、コネなし、まあ、金なしでしたね。会社員だった退職金もほとんど出ない会社でしたので、ちょこっと貯金貯めた50万ぐらいですかでも、その50万なんて、机買ったり、あの、コネ板買ったりとか、 買買っったたりりオーブン買ったりなんかししたた日にはもうすぐななくなっちゃいましたからねそうすると日々の生活を切り詰めていくことと売り上げが上がるバランスが悪くないようにしていけば生きていけるっていう割とサバイバルな状態で独立企業はしてるんですけれどもそれゆええー、と当時はもうネット集客の走りの頃だったので、えー、どういうサイトを作って。 どういう投稿をしていけば人に探してもらって来てもらえるかというのがわかるような状態だったんですよで。ちなみにこれを作ることができた要因っていうのはやっぱり会社員時代からコンサルの先生のところについて勉強してたからなんですよ。1年以上前からなんですね。だから準備してます。で、 あ、これぐらいやらないといけないのかっていうのが分かったのが勉強してた時です。なので、まあ今でもなかなか皆さんそこまでやらない方多いですけれども、当時ってブログ集客がほぼ、まあしかもアメブロですね、それがほぼ主流だった時代です。今みたいに、まあ逆に SNS たくさんない分、一点集中で頑張るしかないっていう感じだったからなのかもしれませんけれども、 最低でも1日1記事更新でしかもその記事っていうのは読んでる人皆さんの未来に来てほしい人にとって役に立つ記事を、まあ、今だともう3000文字とかになっちゃってるんですけど当時1000文字レベルで探されるキーワードを入れ込んで書いていくっていう作業を私毎日やってたんですよ。それは教わってやっててやたからです まあその財産が結局ずっとあの私の教室にお客様を呼び続けるっていうことをあやってくれていたわけなんですけれども何もないからそこから人脈作るしかないじゃないですかでネット集客っていうのを学んで実際に実践したっていうことですねだから会議を前に読者もいたしファンもいたし その人たちがきっとこの講座を望むはずっていうのを確かめるために体験会もやっていたしあ大丈夫だこれでいけるって分かってリリースしてるから開業初期から満席になってスタートできたんですよ。とすると例えば理由が分からず自分から仕掛けることもなく。 バブル的な感じで、それがオンラインバブルでもあります。教室が近くにないから自分一人バブルっていうのもあるんですけれども、それによってうまくいっちゃったケースは、後付けでもいいから理由が分かっていて、それがうまくいかなくなり始めた時に、その理由を理解しているのであれば、その動きをきちんとするっていうこと。 周りに教室がいなかったからうまくいったってことが分かっているのであれば教室が出てきた時にやばいなと思って新しい集客の技を覚えるべきだったと思います。できてない人はね。オンラインのバブルでたまたまうまくいっちゃったっていうたまたまっていうことを自覚してないと自分の人気と勘違いしますので勉強しないんですよ。でたまたまうまくいったんじゃなくてこれはコロナでオンラインが今流行ってるから 私たまたまうまくいってるんだって分かったらコロナが終わった時期の準備しておかなくちゃいけないんですよ。対面レッスンを元に戻すのか、えー、オンラインレッスンではない対面レッスンでの新しい魅力を作って新しい生徒さんも既存の人と同時に集め始めてないとうまくいかなかったはずなんですよ。これは両方とも 理由が分かっているかどうかっていいるどううのは結構大きなポイントななんです。なので再現性っていうのが結構大事になってくるっていうのが一つ目です二つ目が、えっと、自流の感度ですねこれはもうまさに皆さんも実感してると思うんですけれども一番最近でいうと大きなのがコロナか3年間ですねこれが始まりの頃と中間の頃と終わりの頃と。 これによって産業の形態がもうガラリと世界中が変わったぐらいの大きなインパクトがあります。であの私のクライアントさんと私も含めてですけどオンライン化は2年以上前私個人であればもう環境室でやってる時にオンラインができないかなって誰もが思わなかった時代にトライしてて10年前とかですね。っていうのをやってた。 時期があったんですでそんな状況で、まあ、コロナになってオンライン必要だって言って切り替えっていうのは、まあ、あのもちろん教室用にオンラインをどう使うかっていう操作方法を頑張るっていうのはもちろんありますよ。あるんですけれどもあのそ,そのが頑張り移動は 他の人より早くやってたから少なく済んでるんですよね。で、その後皆さんオンライン必要だって覚え始めて、でそこでも実践した人と実践しない人に分かれてで、コロナの最中でもどんどん教室も潰れていく、教室は潰れていく、コロナバブルに乗っかってうまくいっちゃった教室も、もうめちゃくちゃごちゃごちゃになっている教室運営っていう状態ですね。ポットでの技術がなくても、 オンラインのスキルがあってうまくいっちゃったっていう教室の先生。昔からやっているけれども対面しかやってなくて今更オンラインに行けないって言ってオンラインをやらなくて沈んでいった教室。このあたりがごちゃごちゃに混ざったのが3年間だったんですよ。で、そのコロナが終わって世の中が落ち着いてくると皆さんがどういう状態になったかっていうと家にいるの飽き飽きして まあ、皆さんもそうかもしれないですけど、旅行に行く、えー、あちこちに出かける、飲み会とか OK、パーティー OK で、あちこちに皆さん出かけるようになったんですよ。そうすると、教室でオンラインで学ぶことだけよりも楽しいことが世の中にまた出てきちゃったんですよ。閉ざされてたもの。しかも3年間の反動がありますから、そうすると、 動画とか見ないとか、オンラインのレッスン受けるよりも対面でレッスン受けたいとか、元々の欲求に近いところが、まあ、皆さんの動きで出てきちゃうわけですよね。だから、この治療を分かっておかないと、またレッスンの組み方とか、集客の仕方が変わっちゃうんですよね。で、オンラインだけでうまくいってた、本当の理由は何だったかっていうところも理解した方がいいんですよ。 時代ののの背景のおかかげなのか本当に自分のレッスンが良すぎてもう満席になって人気でっていう状況だったのかそこを把握しないとコロナが終わった途端にいきなり教室の集客がガク,ガクンと落ちるオンラインだけでやってた先生とかねいらっしゃるんですよだからそこはそのオンラインなんですけど いつコロナが終わる予定とかって、まあ大体、あの、いろんな昔のね、伝染病とかのあれ、100年に一度来る伝染病ということで、今回3回目らしいんですけど、あの、大体3年らしいんですよ。で、私、あの、楽観的に見たときに、数ヶ月で終わるといいなと思ってました。で、それを数ヶ月で終わるといいなと、 思っているけれどもっていうことでクライアントさんに最長3年だと思ってくださいって言っておおよそやっぱり3年かかっちゃったんですよでなんで3年っていう話を私が言えたかっていうとそういう今までのいろんな案件とか調べましたよでいろんな方が言ってるのを総合すると最長3年だなぁと思ってっていうふうに伝えてその間はだからオンラインに振り切って結構頑張った方がいいっていうのは皆さんにお伝えしたんですよで そのコロナが明け始める半年ぐらい前から、ぼちぼち、あのー、人が動き始める予想ができてきたんですよね。で、いよいよ解禁になって、動いていいよみたいなのが、5類になってね、動いていいよっていう動きが出た時に、そこで、まだ変えればまだいいんですけれども、私、準備をしておくように言って、対面2割でもいいから増やして、 であの対策すするるよよううににっってていうのももクライアントさんに言ってるんん言ですよねもちろん私自身もその意向で動いてますあちこちでセミナーをやるっていうのができなかったのをやっぱりリアルの方が楽しいですよ私自身も。交通費もかかるし時間もかかるからマイナス面ももちろんあるんですけれどもつながりの深さが深いんですよね対面でお会いする方が。 だから、対面はもともとある程度は戻したいと思ってたんで、私、もともとバリバリに対面いっぱいやってて、オンラインちょこっとだったのを、コロナの時に比率変えただけだったから、また対面に戻すのはそ、そこまで大変ではないです。経費はすごいかかるようになりましたけどね。 でその時にも数字をどう考えるかっていう世界なんですけど例えばさっき言ったように関係性が深くなるっていうことを考えると少ない人数の方でも本当に自分の講座が好き大好き先生好きですっていう人と出会うことがちゃんとできるのであれば合格の講座とか単価が高いものが普通に売れていく可能性が高いんですよ。だからあの定額のものもを売る、えー、プランと 中学のもの、あと工学のものっていう、この3つのプランをどう走らせるかっていうのがビジネスモデルをどう作っていくかっていうところによるので、まあ経営の勉強をしないといけないんですけれども、まあそれはそれとしても、要は時代がどう変わると自分の業種業態と自分の教室にどういう影響がありそうかっていうのを やっぱり、ね、予測しておかないと準備がでできないんですよ、まあ、あのうちのクライントさんの場合は私が情報を仕入れて先に伝えるので準備できるんですけれども準備ができ,できない人っていうかあの一人でやってる人は自分で情報を取りに行かないといけないんですねだからその情報が正しいかどうかも別でだから今の時代って結構一人でうまくいくってほぼないと思った方がいいかもしれないです。 あの私ももちろん会社員から自営業だったから絶対に学びが必要と思って学びましたけれどもその自分のステージに合わせて学びが毎回変わっていきます例えば500万やりたかった時年商500万1000万やりたかった時2000万3000万5000万っていってどんどん事業を拡大していくにあたって知るべき知識とかが変わってくるんですよ。 例えば、あの、一昨い,い,い、おと,とぐらいからは、やっぱり、投資っていうことで、あの、不動産とか、株、FX、金とか、まあ、そういうのとかですよね。勉強し始めたりとかですね。まあ、そういうのも、あの、フェーズによって勉強の内容とかが変わってきたり、増えてきたりするんですよね。だから、あの、自流の感度ってことを考えると、 米粉なんかもめちゃくちゃ今流行ってますけれども走りの時にやった人ってものすごく教室も売れるんですよだけど米粉頼りでずっとやってるだけだとうまくいかなくなる時期が来ますなぜならばめちゃくちゃ教室が増えるっていうこととあと皆さんがそこまで必要としない飽きるという現象が人間にはありますので飽きるっていうことに対しても対策しないといけないんですよ。 その、ちょっとした目先変えるだけで乗り切れるならもちろんいいんですけど、あの、全体的に業界が沈むみたいなぐらいに飽きられるっていう時とか、まあ、マスコミのブームのせいとかもあるんですけどね。それを理解して、えー、っと、1年、2年、3年先を見ながら今何やるべきかっていうのを考えるっていうのも、自流への感度っていうのが必要になってくる領域ですね。最後に3つ。 3つ目まあ実はこれが一番大事かもしれないんですけど謙虚さと継続これでききる人はやっぱうままくいきますよあの特に学びに関しては謙虚さ絶対必要で、えっと、謙虚さっていうのがどういうことなのかっていうと知らないことを知らないって言えて教えてほしいと言える人ということです。自分が年年上でであっても年下で リスペクトするべき点を持っている人には敬意を払ってちゃんと襲われるかっていうそういう世界です。これやっぱり年齢上目の5060の超ベテランキャリアの先生が結構難しい領域ですね。あの先生業やっちゃってて生徒さんから慕われて人気でやっていると何か新しいことを習うときにそれが年下の方とかっていうだけで なんか知らないことを知らないって言えない人とかって結構多くて、まあプライドが邪魔するっていうことなんでしょうけどね。じゃあ例えば自分はできてないけれども、じゃあその年下の先生がインスタグラムがうまくいっていって自分はうまくいってないっていう時に、まあ、関係性もあるんでしょうけど、その年下の先生にそのコツを、えー、と自分できてないから教えてくださいって言えるかっていう話です。これどうですか <laughs> 私はね言えるんですよ別にあのあらゆる領域とかやってますよやってるんですけれどもその道に特化した専門の人にはかないませんなぜならば私が選んでいるコンサルティングの手法が全方面を見ていくっていうことをやっているから一つの人 ことは、教室業の人を導くには十分に足りるレベルの内容ですけど、専門職としてめちゃくちゃ深めている人には、どうやったってかなわないんですよ。あの、かけてる時間が違うから。はい。その代わり、ジェネラリストっていうことで、全方面を包括的に見てほしいっていうことを要望する人には、単発でそこだけ見てほしいっていうコンサルタントには、賄えない領域を私はできるということになっているので、 不得意と得意意ととがあるそう,、ね、うするとじゃあ例えば LINE についても深い新しい使い方があるっていえばやっぱりそこは教えてもらったりとかあとは協業でお願いしたりとかですね私の,あの事業の一部をそこを担当してお願いしてもらうとか多分これからの時代そういうのが強くなっていくんじゃないかなと。 思っているんですが、まあ、結局、全体を見るのは私なので、あのどの方と組みたいかっていうのは、自分の講座の内容と自分のクライアントさん、生徒さんに合わせた組み方で組む人を決めるんですけれどもね、あの私が教えているような教え方と、まあ、逆の教え方をする人とはやっぱり一緒に組めないんですよ、思想の問題なので。だけれども、あのまあ、そういった形で、今は情報が多すぎて、 複雑化していて、一本槍でうまくいくっていうあ方法が見つかりにくい世の中なので、そんな時に謙虚に学びたいと言って学べるかっていうのは結構ね、大きいですね。プライドいらないということになります。で、えー、っと、最後の最後で一番一番一番大変なのが継続なんですよ。やっぱり。 ゆっくりでもいいから継続している人は正しくですよ正しい方向でですよこれ間違ってる方向で継続しててもうまくいかないんで正しい方向で継続するっていうことがとてもとても大事ですあの再現性の話と似てるんですけれどもうまくいったそのことをもう一回これをやってさらにもうちょっと努力をすればその変数というか数がじゃあ1が1.5倍になって。 2倍になって、3倍になってっていうふうに数を増えればそれがイコールになるのか増やしていくとある時放物線上にこうガーンと上がっていくような形になるのかっていうのはビジネスモデルとかやるべき内容によって変わるんですけれどもあの継続できる人っていうのは間違いなく強いですねどういう状態であってもあの細く長くなんです。 例えば、あの、私ブログも YouTube も10年以上やってますけれども、あ途中本数が少なくなっている時とかはあります。や、ガーッとやる時には1年2000本とかまとめてやった時もありますけれども、それを継続してうっすらでも続けておくっていう、その継続が結構大事で、だからなんか成果が出ないって諦める人の諦め方が、やりきってないのに諦める人がすごく多くて、 やりきるっていうのはやりきるっていうことなんですよ。で、そのやりきる基準は時代によって変わります例えば、私が YouTube ね、1000本上げたとき1000本っていうのは、とてもとても時代的には、いやー、すごいですね、まあ、今でもすごいって言われるときありますけれども、でも、多分今だったら、もしかしたら2000本とかやんないとダメかもしれない、あとショート動画いっぱいとかね。 その本数は、成果がどれぐらいあるか本数多めに頑張ってみて検証するしかないんですよ。だから世の中がめちゃくちゃ変わっていって皆さんがやっているのに自分基準で頑張ってますって言って成果が出ないですっていうのは違いますよねっていう話なんですよ。これもやっぱり周りを知らないと自分が頑張ってる頑張りってあ意味あるんですよ、自分的には。やんないよりやってるっていうことだから。 意味あるんですけれども、結局周りがもっと頑張ったら沈むだけなので、周りの状況を冷静に把握する必要があって、この時にもね、謙虚さが必要なんですよ。継続と謙虚さ、これ結構ね、大事ですね。長続きする。だからどんなに自分が30年の先生であろうと、学ぶべき領域においては、その先生に学ぶっていうことができる人がやっぱり強いなって。 いうふうに思っています。はい。ですので、えー、とまとめていきますと、えー、教室運営、えー、長期的にうまくいく教室とうまくいかない教室の違いの3つのポイントということで、まず1つ目が再現性。で2つ目が、えー、自流の感度が高いこと。で3つ目が謙虚さと、えー、継続です。はい。これ、あの、なんか、 どうしようってね、あの、狭間にいるような方っていうのは、この3つをね、自分に置き換えてちょっと考えてみてください。まずね、再現性がない方は、あの、ただ、運よく、まぐれてうまくいっちゃっただけなのであの、そこはもう一度見直して、謙虚に事象を理解するっていうことが必要になると思います。はい、以上よろしくお願いいたします。それでは。